本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。今回は南清隆さんが書かれた実はもっと怖い外食昼食産業の最前線で聞いた危険すぎる話という本の解説動画より、実は怖すぎる居酒屋の裏側という部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、多くの人が週末に繰り出し賑わっている居酒屋ですが、皆さんはこのような居酒屋で提供されているメニューが一体どんな風に作られ、そしてどんなものを使って作られているのかということを知っているでしょうか。もしかしたらこの動画を見たらもう居酒屋には行けなくなってしまうかもしれません。それでも真実を知りたいという方、歓迎いたします。ぜひ今回の動画を踏まえて、これから居酒屋に行くのかどうかということを自分の価値観で決めていただきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、本書では実際に外食店の裏側を知り尽くした著者がファストフードなどを食べて回り、その時の実況中継が書かれております。一体外食店の裏側を知り尽くしたプロはどのような目線で外食店で提供される食べ物を眺め、そして分析しているのか、とても興味深いですよね。では私たちが大好きでよく行っているにもかかわらず実は危険な飲食店について解説していきましょう。まずは多くの人が週末に繰り出す居酒屋から参りましょうか。著者は普段価格の安い居酒屋には行かないそうですが、今回は取材ということでご自身の体を張って3軒のチェーン居酒屋を食べ歩いております。ではその時の実況中継を皆さんも今居酒屋に行って目の前に料理が出されている気分でお楽しみください。それではスタートです。著者が最初に訪れた居酒屋 G 店は海産物を売りにする居酒屋のチェーン店、500円でご飯、味噌汁、おかわり自由の激安ランチでも知られ、魚の煮付けや干物、肉野菜炒めなどが日替わり定食で食べられる。夜だけでなく昼もお小遣いの限られたサラリーマンたちの胃袋を格安で満たしてくれる貴重な存在だ。では具体的な食べ物を注文していこう。まず頼んだのは赤ガレイの刺身324円だ。油が乗っているといえば乗っているが、これは深海魚ではないかと思われる。本物の赤カレーならこんな値段で出すのは難しいだろう。そして妻の大根を鼻に近づけて匂いを嗅ぐと薬品のツンとくる匂いがした。これは工場でカットして消毒を施し、ザブザブと洗い流して真空パック詰めで納品されたものをそのまま出しているだけだろう。こんなものをバリバリと食べているとあなたの体に何が起こるのか想像するだけでも恐ろしい。そしてわさびは本わさびではなく着色料で色をつけた粉末を水で練ったものだ。わさび特有の良い香りがない。わさび特有のツンとする良い香りと薬品のツンとくる香りを嗅ぎ分けられる人が一体どれぐらいいるだろうか。さて、次に注文したのがサワラのバター焼き324円だ。これは見るからにヤバそうである。冷凍できた切り身に店で衣をつけて焼いたものだと思われるが、そもそもこれはサワラじゃなく、サワラに育つ前の価格の安いサゴチという魚だ。そしてバター焼きとあるが、一口食べてみればこれはバターではなく完全にマーガリンであるということがわかる。マーガリンはトランス脂肪酸がたっぷりと含まれている最悪な食品で、絶対に口にしてはならない食品である。まあこの値段で提供するにはバターが使えず安いマーガリンで代用するしかないのか。そして皿に添えられているタルタル的なものには卵なんて入っておらず、油、香料、酢、乳化剤、着色料を混ぜて作った偽物である。付け合わせのサラダ菜やキュウリは強い薬品で洗浄済みの代物で、もはや栄養素など期待できない。さて、次に注文したのはホッケの一夜干し518円だ。そもそもこれは真ホッケじゃなくて島ホッケだ。北海道で採れたものではない。この値段で真ホッケは出せない。真ホッケは島ホッケよりも大型で脂の乗りが良いとされているが、淡白で味の薄い島ホッケよりも真ホッケの方が
高く売られていることが多い。まあ島ホッケが別に悪いわけではないし、メニュー名に魔ホッケを歌っているわけではないから問題はないが、値段相応の冷凍干物の味だ。そして島ホッケの隣にある大根おろしは業務用の粉末に水を加えて戻したものだ。匂いを嗅いでみると大根の香りが全然しないし、舌触りもザラザラしている。たかだか大根をおろす手間すらも省かれる時代なのだ。さて次に頼んだのはカニクリームコロッケ320円だ。ぜひ読者の皆さんにコロッケの下に引かれて油が染み込みまくったペーパーを見せたかった。さらに衣を箸で押さえると切られきっていない油がじゅわっとにじみ出てきたくらい油まみれの白物。それなのに衣はやたらサクサク。これはショートニング 100% だろう。おそらく原料は油やしで、業務用植物油脂パーム油が使われているに違いない。そしてコロッケを割ってみると種と衣がカパッと分かれる。これも普通に作ったらありえず、衣の裏に白く固まっているもの、これがショートニングの塊だ。分厚い小麦粉がたっぷりと油を吸っていて非常に危ない代物だ。そして10センチ×7センチぐらいのコロッケ2つでこの値段では、カニクリームのこの赤い粒は当然カニ肉ではなくカニ風かまぼこだろう。カニの風味などシェアしない。ジャガイモの粉末、カニエキス、オニオンエキスを混ぜて揚げやすい硬さに練って揚げると出来上がりという代物だ。そしてケチャップ風のものがついているが、こういうものには添加物の一つである増粘剤がたっぷり入っているから要注意だ。さてそして次に頼んだのが海鮮系居酒屋なら寿司は外せないということで、握り5貫421円だ。まずはマグロをパクリ。これはマグロのつもりだろうか。色は薄く脂も乗っておらず、マグロ本来の風味は皆無でただただ生臭い。そして鮭、これは鮭の顔をしたおそらくニジマスだ。この不自然に乗った脂は危ない。間違いなく養殖であり、成長ホルモンの入った抗生物質をバンバン加えて早く大きくさせている味だ。養殖のニジマスは天然の 1.8 倍もの油を含み、天然魚よりも化学物質の濃度が高い危険な代物だ。そして次はイカをパクリ。味もそっけない。透明感はなくやたらピカピカだ。こういう店や安い回転寿司で出てくるイカはアメリカオオアカイカとかソデイカといった1メートルくらいありそうな巨大なイカを安く仕入れて小さく切って出しているところが多いのだ。そして次はアナゴをパクリ。箸で弾くと変な弾力がある。本物のアナゴにはこの弾力がない。おそらく回転寿司でよくアナゴの代用として出されているウミヘビ科の魚の一種だろう。そしてお次はコハダ。これはまあ他にやりようがないだろう。もともと安い魚だし。そしてシャリをチェックする。アミノ酸、砂糖、香料が入った寿司飯用溶液に水を混ぜて炊いたものだろう。さてさて実況中継はいかがでしたでしょうか。著者のようにね、プロ目線で居酒屋のメニューを分析するとこのようになるんです。いやはや本当に様々な代用品が使われていたり、食品添加物が使われていたり、バターと言いつつマーガリンを使っていたり、体に悪い油がたっぷりと使われていたりで、確かにこんな食事を平気で食べていたら健康になれるわけがないよなと深くうなずいてしまうような内容でした。ここまで徹底的にコスパよく安く提供するための工夫がされていたとは私もちょっと驚きました。ではね、もう少しだけ著者が訪れた居酒屋で頼んだメニューをご紹介していきたいと思います。再び実況中継スタートです。まずはお通しの豆腐。鈍い苦味があり、手っ取り早く固めるために凝固剤の塩化マグネシウムを最大限ギリギリの量まで入れているのであろう。これを大量に食べると腎臓に過剰な負担がかかる可能性がある。そしてアジフライ313円を注文。これは焦げ焦げである。揚げすぎなんじゃなく揚げ油を交換していない証拠だ。家庭で揚げ物をしていればわかるが、使い始めの油で揚げればこんな色には決してならない。油が酸化していて油切れも悪いから箸で押さえると衣から油がにじみ出てくる。高温で酸化した油は毒性の強い過酸化脂質に変化し、動脈硬化やがんの原因となるから非常に危ない。そしてお次はだし巻き卵421円。これは店内で焼いているというが、卵の風味がとても薄い。だし巻き卵の元として売られている業務用の液卵を使っているのだろう。現在日本で流通する卵のうち約2割が
液卵や粉末卵と言われている。液卵には国産とはいえ遺伝子組み換えなどの粗悪な餌を与えられた鶏が産んだ卵から、アメリカや中国などから輸入された育ち不明の卵まで、どんな卵が使われているかわからないという危険性があるのだ。さていかがでしょうか。ここまでね、皆さんが居酒屋に行った時に頼みそうなメニューをプロの目線で実況中継してもらいました。これを聞いて何を思うかは皆さん次第です。別に安ければそれでもいいよという人もいれば、こんな風に作られていたなんて全く知らなかった、今度からは行くのを控えようという人もいるでしょう。それはあなたの価値観によって決めることですが、少なくとも健康になりたいと思っているのであれば、どのような選択をすればいいかは明確でしょう。ではここまでの内容を踏まえて、居酒屋でね、一体どんなことに注意すればいいのかというポイントを一元のまとめとしてお伝えしていきたいと思います。一元のまとめ、居酒屋で注意するべき4つのポイント。ポイント1、揚げ物のメニューは極力選ばない。油の使用状況が相当ひどくダメになりかけた食材でも揚げてしまえばわからないから、店は揚げ物メニューを多用する。逆に言えば揚げ物がまともな店は良い店である。ポイント2、安すぎる生物は避ける。ホルモン剤、抗生剤の大量投与で不自然に油の乗ったものに当たる可能性がある。ポイント3、妻、大根おろし、付け合わせの野菜を店内で用意していない店は危険度が高い。ポイント4、店でなるべく手を加えていないメニュー、例えばモロキューや冷やしトマト、山芋の千切りなどは比較的危険度が低いと言える。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。